お父さん、安倍さんの国葬に反対の国民が多いってね。うん、そうなんだよ。お父さん、なんで多くの国民が反対するの？だって安倍は統一教会とグルになって山上さん、そして多くの信者家族の生活破壊したんだ。山上さん、家族に同情する。多くの国民が山上さんに同情しているよ。安倍は自民党の票をたくさん集めるため、そしてそれ以上に自分が自民党総裁をやりたいために信者を犠牲に使った。安倍の国葬なんて冗談じゃないよという国民が多いはずだよ。お父さん、安倍ってひどい人間だね。それだけじゃないよ。今東京オリンピックの汚い犯罪がバレていて、日本政治犯罪史上最悪になると言われているよ。お父さん、東京オリンピック犯罪は安倍とは関係ないんでしょ？東京オリンピック犯罪の多くは安倍が起こしたんだ。犯罪の中心にいるのが高橋春之だ。電通の男だ。高橋に犯罪に加われと引っ張ったのが安倍なんだ。高橋春之はオリンピックでは必ず逮捕者が出ると言われている。俺は捕まりたくないから関わりたくないと言ったんだ。そしたら安倍が言ったんだ。高橋さん、私がいるから絶対に逮捕させないから、だから犯罪のリーダーをやってほしいと。ひどい話だね。そんな奴がのさばっている。お父さん、日本人はなんで黙っているの？日本社会のありさま、君に話さなければいけないね。